どうもこんにちは、クラフターです。実は今日からマクドナルドにてシャア専用マクドナルド商品というのが発売になったんですね。それがこちらなんですけど、まあね、買えるやつ全部全種類買ってきました。まあね、クラフター生粋のシャア好きではあるんですけど、というかシャア嫌いな人世界中にいるって感じですよね。ということで買ってきました。まずはじゃあこちらの体縁、これから食べてみましょうか。じゃあ開けてみますね。はい、ドンと。まあね、写真と実物が違うのはまあマックのお約束といえばお約束ですから許容範囲内です。でこちらの体縁の特徴ですね、つなぎの入ってない2枚のジューシーな 100% ビーフパティ、これがつなぎの入ってない 100% ビーフのパティということですね。それが2枚入ってます。そしてピリッと辛いスライスしたハラペーニョをサンドしたダブルチーズバーガーってことで、ダブチーズ好きにはたまらない商品となってますね。じゃあ早速食べてみましょう。はい、じゃあいただきます。うん、あ、喉、あ、喉に詰まるわ。いや、 100% マックの味ですね。これはまさにマクドナルドのハンバーガー。そしてピリ辛ですね。結構ピクルスの代わりにハラペーニョがサンドされてるんですかね。かなりちょっと辛めのハンバーガーになってます。で、まあ、チーズはチェダーチーズということで高級な味がしますね。チーズは普通のダブチより確実にうまい。まあ、辛いのが好きな方限定ではありますけれども、これいいぞ。はい、ごちそうさまでした。ちょっと辛かったんでね、甘いもので緩和したいと思います。これがマックフロートレッドエナジー味ということで、ね、シャーザクのイラスト入ってますよ。これなかなか嬉しいかも。でね、時間経ちすぎちゃったんで思いっきりアイスが溶けとるやないかいということなんですけど、こちらなんで赤いかというと、蜂蜜とガラナを配合した鮮やかな赤色ということで、これはガラナエキスの赤なんでしょうか、よく分かりませんけども、その炭酸ドリンクにコクがありながら滑らかなソフトクリームが乗ったデザートドリンクということで、うえ、やべ、もう完全にこれ OB してるわ。やばいやばい、ちょっとね、キムワイプで拭きましょう。ガンプラ製作にはやっぱりキムワイプですよ。よいしょっと。はい、じゃあもうこれちょっと上の方飲んじゃいます。ああ、こういう味ですか。これはね、こういう味を飲むのは小学生以来ぐらいの、そんな感じの味です。とにかく甘い。でも何でしょうね、好きな人は好きなんじゃないでしょうか。ソフトクリーム部分はどうでしょうか。バニラがそんなに強くない、あっさりとしたソフトクリームって感じです。甘いなうまいけど甘いな。はい、じゃあ続いてこちら行きましょうか。ニュータイプ白いトリチということでね、こちらはジオングが載ってますけど、まあ、これは赤くないんかいっていう話ですけどね。ちょっと開けてみましょう。白いトリチ、はい、こんな感じですね。こちら人気のトリプルチーズバーガーのチーズをチェダーチーズに変えているらしいですが、こうね、はみ出したチーズ、ちょっとビジュアル、おいビジュアルと、どないなってんねんという話ですけれども、こちらもつなぎの入ってないジューシーな 100% ビーフパティと、しかもトリプルですから3枚入ってるんですね。なんかトリプルだったらね、3連星とか黒い3連星の方になんかこじつけた方が良かったんじゃないでしょうか。はい、じゃあこちらも食べてみますね。いただきます。うん、肉肉しい。これ、あ、これね、肉食べたい人絶対いいわ。うまい、結構。もう一口。うん、なるほど、美味しいです。チェダーチーズの味っていうんですかね、やっぱちょっと高級感があるというか、まろやか、チーズがなんで普通のハンバーガーよりなんか満足感が出ますね。そして肉はなんか本当これマックっぽくない、すごい肉食べさせてもらってますみたいな、ありがとうございます、お肉ありがとうございますみたいな、そんな感じですよ。これ美味しい。辛い方も美味しかったんですけどね、この体縁、絶対これ体縁が一番うまいだろうと思ってましたが、ところがどっこい、この
なんとなくパッとしないこの白い鳥チ、パッとしないって言ったら失礼ですけど、こっちの方が美味しいんじゃないかという説あります。こっちの方がうまいかも。ただピクルス入ってないですね。ピクルス系欲しかったな。あ、入ってた。ピクルス入ってました。あ、うめうめ。キムワイプで口元拭きます。唇ガッサガサになりそうやけど、あ、痛い。二国って腹パンパンなんですけどね。ドリンクちょっといかしていただきます。こちらにもシャーザクが乗ってるんですが、これもう一つシャーズゴックのパターンもあるらしいんですよね。ただ器のこのイラストは選べないということで被っちゃいましたね。シャーザクかぶりとなってます。これ別々のが来たら嬉しい。じゃあこちら飲んでみましょうか。レッドエナジー味ということで、まあね、内容はさっきと同じ蜂蜜とガラナを配合して、このガラナエキスで赤いんでしょうかね。レッドエナジー味ということで、なるほど、まさにさっきのやつからアイスを抜いた味という感じです。非常に甘いエナドリという。さて最後これなんですけどね、ちょっとね2個食べてものすごくお腹いっぱいになっちゃったんですよね。なのでちょっと1時間ぐらい休憩させてください。いやー、小休止してきました。じゃあ最後の1個食べましょうか。こちら赤いガーリック照り焼き、シャーセン用ゲルググですね。こちらが乗ってます。じゃあこれ開けていきましょう。はい、こちら赤いガーリック照り焼きなんですけども、ジューシーなポークパティに甘辛い照り焼きソースを絡めたということで、すごいソースがね外側についてて手一番汚れそうな感じのバーガーとなってます。食べ応えとコクのある味わい、中にはジューシーなスモークベーコンと醤油とガーリックを効かせたチリペッパーがアクセントのマヨネーズを使用していると。このバンズが少し赤いんですが、これはトマトジュースをなんか混ぜたバンズらしいですね。はい、じゃあいただいていきます。うん、あ、めちゃくちゃガーリックです。もうだいたい味は照り焼きのねソースなんで、まあ、照り焼きバーガーみたいな味なんですけども、その中でもすごいガーリックが効いた味わいです。この赤いバンズの味が何か変わるかといえばちょっと分かんない。ほとんどガーリックです。なんかバンズが健康的な味がする。気のせいかもしれないけど、そう、色ついてるんで濃ゆい色の食べ物は体にいい感じするじゃないですか。そういう錯覚はあります。あ、これもうまいな。あ、これベーコンのスモーク、これが後から来ますね。うわ、ガーリック。はい、というわけで全種類食べ終わりましたけども、実際はもう1種類あるんですよね。実はこのダブチソーセージマフィンという商品もあるんですが、これモーニング専用なんでちょっと今の時間帯じゃ買えなかったんで、これはまた後日食べてみたいと思います。まあ三者三様の味わいですよね。どれも美味しい、どれも美味しいけど、このカラダブチはやっぱ辛いのが好きな方で、しっかりと肉の味も楽しめながら辛みも味わいたい、そういうスパイシーなものが好きな方はこれいいかもしれない。そしてこのニュータイプ白いトリチ、これはもう肉ですね。俺は肉を食べたいんだと、もう雑味はいらないと、肉だけ食わしてくれみたいな感じの人はもうこれですね。そしてこちら赤いガーリック照り焼き、これはまあ照り焼きバーガー好きな方でもいいんですけど もうとにかくガーリックが効いてるんでガーリック好きです。照り焼きは好きだけどガーリックはあまりねっていう方は食べない方がいいかもしれない。もうガーリックのあのね濃いめの味付け、これが好きって方にはもう一番おすすめと。まあクラフター的にじゃあどれが一番美味しかったか、まあ、好みかと言いますと、これですね。この白いトリチ、これが本当肉を食べてますってもうね、ジオングらしいパワフルなそういった味わいというかボリュームだったんで、まあこれで腹がパンパンになったっていうね説もありますけれども、でちなみにこれカロリーも結構高いんですよね。こちらがですね、カラダブチが458キロカロリー、そしてニュータイプ白いトリチは606キロカロリー、そして赤いガーリック照り焼きが512キロカロリーということで、全部500キロカロリーとか、まあ、600キロカロリーとかあるんですね。まあこれが一番すごいですけど、そしてこちらのマックフィズレッドエナジー味が143キロカロリー、こちらのマックフロートレッドエナジーが249キロカロリーということでね、これ全部食ったらすげえカロリーになってます。そして今実はこのマックのアプリの中でガンダム100キャラ診断っていうのができるんですよね。これであなたはガンダムキャラの中でガンダムのパイロットとかね、いろんな登場人物いますけど、
どのキャラに一番近いのかというのを診断してくれるというそういうアプリになってますんで、早速やってみたいと思います。マクドナルドアプリをダウンロードして、そしてログインする必要があるんですが、早速この今すぐ診断する押してみましょう。さあ何のキャラになるんでしょうかね。書いてありますね。見せてもらおうか、君の診断結果とやらを。まずは購入した商品をカメラに押さえないといけないみたいですね。これうわすごい、すごい、今見ました、物は動きましたよ。こだわりがすごい。3つの質問に答えていきます。第1問、ででん。デートの場所はどう決める？ A、 事前に綿密な計画を立てる。 B、 その日の相手の気分に合わせる。これは A ですね、綿密に。第2問、ででん。花火大会に来たあなたは A、 花火の美しさに見惚れる。 B、 花火の仕組みが気になる。これは A の美しさに見惚れましょう。第3問、ででん。体に戦いの匂いが染みついている。 A、 はい。 B、 いいえ。はい、染みついてます。まあ戦いの匂いというか、さっき一緒に買ってきたマックフライドポテトの匂いが染みついてます。結果出ました。おっと、なんか頭の上にピカ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 光ってますけど、ククルスドアンということですね。なんとタイムリーな。めちゃくちゃ熱くて愛情深い男じゃないですか。まさにクラフターにそっくり。はい、というわけで3種類全部食べてみましたけど、どれもね、甲乙つけがたい、まあ、全部美味しかった。まあ、特に好きだったのはこれだけど、最近マック行かないなっていう方もたまには食べていいんじゃないでしょうか。ということで、ガンプラ制作の合間にマクドナルドのバーガーを食べると、これもなかなかいいかもしれません。ぜひ購入してみてはいかがでしょう。今回ご紹介したバーガーはマクドナルドに売ってますので、そちらでご購入ください。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。さようなら。ご視聴ありがとうございました。